建国の詩に歌われる勇敢で賢い女王様に統治される国イランス。貴族と騎士による政治体制は長きにわたって安定と繁栄とをもたらしていました。その旧市街に佇むのが王立デルナル魔法騎士学園。貴族と騎士の子たちがイランスの未来を担うべく勉学と魔法剣の習得に勤しむ学びの園です。そこには2つの学生寮がありました。貴族派のベシエと騎士派のシェルタです。貴族派と騎士派の子たちはどちらが賢い、どちらが強いといったことでいつもいつも争ってばかりいました。それは繁栄を極めて久しい大国のまさに縮図でした。イランスは2つに分かれていたのです。少女たちの幼く純真ないさかいの裏に女王様すらも知り得ない何かが確かにうごめいている。卒業を間近にした春の日のニトの塔、正体不明の敵、魔法と剣、クロワルールの物語が始まります。その主人公は戦う少女たち。クロワルール、シグマ。オプション。チュートリアル、私たちができることの説明だよ。今から説明することを覚えればきっと私ができる子ってことがわかるはずだよ。まずは攻撃ボタン。魔力を消費しないでモンスターを攻撃ボタンを連続で押すと連続攻撃ができるよ。硬いモンスターとかがいたら次にジャンプボタン。攻撃を避けたり空中にいるダッシュボタンはモンスターの密集地帯から離れたり素早く接近するのに使えるかも。あ、モンスターが出てきた。超必殺技トリガーを押しながらどれかのボタンで必殺技を使うことができるよ。必殺技でモンスターを倒すと浮き飛んでいって他のモンスターにもダメージを与えることができるんだ。近寄りたくないモンスターがいる場合や密集している状況ならこれを、それと今まで説明した行動は全部組み合わせることができるんだ。キャンセルはどんな行動からでもできるし攻撃後の隙をなくすことができるからすっごい便利なんだよ。あと注意しないといけないのは必殺技やダッシュなんかの行動を魔力がなくなったら行動できなくなっちゃうんだけど時間が経つと自然に回復するから安心して。おお、なんか強そうなのが出てきた。こういう大きいモンスターは何回か攻撃を当てないと正面から戦うとやられちゃうのでダッシュやジャンプを使って、あとは奥義ボタン。これは無敵になるしすごいダメージを与えることができるし最強なんだよ。奥義は左下のステータス表示の近くにあるアイコンの数だけ使うことができるんだ。
とはダッシュをした瞬間は無敵になれるんだよ。短い時間だけだけどね。このダッシュの無敵をうまく使いこなすことができれば、全くダメージを受けずに最後に魔力解放、必殺技トリガーを押しながらターゲットボタンで魔力を消費してモンスターを弾き飛ばす。ただ便利で強いように見えるけど、この攻撃ではダメージが与えられないから、とこんなところかな。それじゃ頑張ってね。フロアルール、シグゲームスタート。レシエの代表として頑張るね。総国の好機が滑るとき、イランスは妖主の旗としての異様をより高らかに歌う。五国の騎士が滑るとき、イランスは月相の剣としての異様をより美しく飾る。陽と月とは交わらぬ、主と僧とは相入れぬ、旗と剣とは重ならぬ、僧と呉は生きて巡り、陽と月が死して暦となる。翻し旗よ、ひらめきし剣よ、集え高らかに美しく。言って、これが我らが女王国イランスに伝わる古いカビ臭い建国史って、子供の頃から何回も繰り返し唱えさせられて、今じゃすっかり空で言えちゃう。だけど、わからないって言えば、今日の教頭試練だってなんだか理不尽。だってさ、姫と競わないといけない。姫よ、姫。本当の姫じゃないけど、そう言うと怒るけど、あの子。でもみんなそう呼んでる。姫っぽいもの、あの子。まあそこら辺はともかく、今日は教師の日。髪も制服も装備もきちんと整えて、ニトの塔へ来た理由。面倒だけど、私ってほら、一応貴族派の学生寮、ベシエの代表っていうか、主席っていうか、一番強い子だから、むざむざ負けるのは寮のみんなに悪いのよ。一応私だって、朱色の旋風ルークって呼ばれてる、魔法剣士候補生だしね。でも、フランチェスカ・ストラールが相手ってのは、結構めんどい。だってさ、あの子ってば、いっつも私のこと目の敵にするんだよね。昔は一緒に遊んだり、お風呂で洗いっこしたりしたのに。雪みたいに白い肌に小さい。お？誰か来た？神聖なるニトの塔に遊びに来たか。え？いや、小さい時にね、一緒にお風呂に入って洗いっこしてたのを思い出してただけ。貴様、なんという想像を。破裂極まる。想像じゃなくて思い出。別に小さい頃のことだからいいじゃない。フランったら。もしかして、なんだというのだ。また一緒にお風呂に入りたいわけ？だったら教師が終わったら久しぶりに。バカ者、貴様は今日という日の重みを理解していないのか。そんなに怒らなくてもいいじゃないか。禁ずる。何を思い出そうが自由でしょ。私は姫ではない。私の無理よ、そんなの自動再生だもん。現に今だ。それ以上のハレンチな暴言は許さぬ。多くの生徒たちの栄えある魔法剣士候補生としての立場を貴様は。わかってるわよ。だから私負けないよ。今日は予備試練の時は油断しちゃったけど貴様の策に乗せられて
危うく我を失うところだった。はあ？何勝手に人を作詞みたいに言うかな。あたしは剣士よ。純然たる。知っている。貴様は敵だって言うんでしょ。その通りだ。分かっているならいい。では失礼する。了解。なあ、さっさと行っちゃったか。まあいっか、この先で会えるんだしね。なんであの子あんなに突っかかってくるかな。さてと、グズグズして遅れを取るわけにいかないし。先生が言ってた京都ニトの塔にご丁寧に魔法生成物で、そいつらを全部退治した。モンスターの親分を倒したら魔法陣が出てきて、それで先に行っちゃったフランは別ルートを進んでる。ん？最初はあんなのか。よーし。真面目に練習したもんね。あ、でも適当にやってマスターできちゃったのもあるしな。まさか忘れてないわよね。使えるかどうかはやってみよっと。武器はニトの塔にまだまだ隠されてるはず。全部見つけちゃう勢いでいくよ。他の場所と違うってことは気を引き締めていかないと。
またここか。きっとここで最後だね。あの子も頑張ってるはずだし、私も頑張るとしますか。強そうなやつが来た。あ、これか。それで、おしゃ。Let's go!
実心作だって3日2晩長々と紋章術の記述を続けたから寝不足だとか、そんなに張り切らなくてもよかったのにさ。だって今すぐここで私に倒されちゃうんだよ。ごめんね先生、悪いけど行かせてもらうから。こいつを倒して試練終了。フランとも今日こそ仲直りだ。まるで役立たずじゃない。魔法陣も出てこないし、これでおしまいよね。よし、教師終了。これでベシエのみんな喜んでくれるかな。相手がフラン、月明かりの剣気だからって負けちゃうのはやっぱ悔しいし、それにしてもフランはどうしたんだろう。ここにいないってことは、あの子のことだから、負けたと分かったら相当へこむんだろうな。まあしょうがないよね、これは一応試練なんだから。終了の宣言入れとこうかな。貴族派学生寮ベシエ代表、ルクレチア・ビスコンティ、試練終了。気分は上々。